なんすか？女性に振られたこととかあるんですか？なんか人の話をすると、なんか、資産家の人たちって、資産家になってしまったことですごい苦しんでる場合も結構多いと思ってて、金を持って、はい。それの筆頭が何かっていうと、金めがけて突進してくる人しかはいよはいはい。くなくなるっていうか、すべての人が自分の金めがけて突進してきてるように見えちゃうっていう問題があると思うんですよ。なんか俺の知り合いが、それで、女の子と一切付き合えなくなって、怖くて。で、その人に何が起きたかっていうと、昔金持ちになる前に自分のことを振ってくれた女性のことが忘れられないっていう状態に陥ったらしくて、なんでかっていうと、その人が振ってくれたっていうのだけは、信用できんだよね。信用できるその人の本当の言葉だからって言ってて、面白いね。いいなって思いました。ぶっちゃ何かけ、さ、深いわ、やっぱ。あれだね、自分のこと聞かれてるのに、他の人の話をしても許される、成田君だけだよね。普通それ許されないじゃん。やばい、俺、全然気づいてなかった。成田君だけ許されてるよ、ちょっともう。逃げるよね。で、本題に入るんですけど、振られたことあるんですか、成田さん。れたこと、動物に振られたりしたことも結構ありますけなんでそんなごまかすど。ひろゆきさんみたいでひすね、ろなんゆきっか。ぽい。本当ひろゆきさんみたい。なんだよ、ひろゆきじゃん。そうなんですか。で、影響されてるのかもしれない。くだらないおじさんが恥ずかしがるっていう、何なのこれ、誰の需要があ本当、ここまでしょうもないものに出てきたんですね。本当やめましょう、ちょっと成田さんがなんか断られそう。箕輪さん。